ハウィー・ケンドリック、ハワード・ジョゼフ・ケンドリック、ホワード・ヨゼフ・ケンドリック、1983年7月12日対、は、アメリカ合衆国フロリダ州、デュバル軍ジャクソンビル出身のプロ野球選手、二類種、三類種、左翼種、右投げ右打ち、MLB ・ワシントン・ナショナルズ所属、を卒業後、へ進学し、カンファレンスのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞、の、 MLB ドラフト10巡目、全体294位で、アナハイムエンゼルスから指名を受け、6月19日に契約成立。この年から、マイナーリーグ、ルーキー級でプレーを始める、42試合出場。2番、ルーキー級アリゾナリーグエンゼルスと A 級の2球団、合計で78試合に出場して打率。363.10本塁が、49打点。 出塁率388アップス957.17投類をマークし9月1日にミッドウェストリーグのオールスターに出場したほかトップストップス社の A 級オールスターチームにも選出されているは A 級乱直ン門学エークスと AA 級アーカンソートラベラーズの2球団合計で109試合に出場して打率 367.19本類が89打点出塁率406アップス1.02025盗塁というハイレベルな数字を叩き出し6月28日にはカリフォルニアリーグのミッドシーズンオールスターに9月5日には同リーグのポストシーズンオールスターに罰したほかトップスとベースボールアメリカ史が選ぶオールスターチームにも選出されたまた オフのウィンターリーグでは、アリゾナフォールリーグのオールプロスペクトチームにバレている。シーズン終了後、チーム内の有望株リストで2位にランクされ、ベストヒッター4アベレージに挙げられた。4月26日のデトロイトタイガース戦において9番、2塁手で、スタメン起用され、メジャーデビュー、4打数無安打。5月1日のオークランドアスレチックス戦では、センター前に初安打を放っている。 当時の二塁には、攻守で、長年チームを支えてきたアダム・ケネディがおり、より多くの出場機会を得るために一塁種、三塁種としても、プレー。しかし結果が出せず、2週間ほどでマイナー降格を、命じられたものの、トリプル A 級ソルトレイクビーズで69試合に、出場して打率。369.13本塁が、62打点、出塁率。 408アップス1.0391投類と着実に成長を続け、7月9日はフューチャーズゲームに、7月12日にはパシフィックコーストリーグのオールスターに出場。前年に引き続き、ベースボールアメリカ史が選ぶオールスターチームにも選出されたほか、同リーグのルーキー・オブ・ザ・イヤーと、トリプル a 級のプレイヤー・オブ・ザ・イヤーをダブル受賞。七月十四日には、 メジャー最小格を果たし、16試合連続安打をマークするなど、序盤戦の不振を払拭した。は前年オフに、ケネリを放出したため、生じる令主として起用されたが、二度の故障者リスト入りもあり、88試合の出場にとどまった。左手指骨折に泣かされはしたものの、高打率を残し、特に走者を置いた状況での打撃に、進歩の跡が見られるとマイクソーシア監督を、 感心させた。もっけがに見舞われ、4月と8月にハムストリングを痛めて2度の故障者リスト入り、出場数は100未満に止まった。一方で、打撃は好調をキープ、左右両投手、ホームアウェーすべてにおいて打率、300を超え、特に走者がいるときは、351、得点圏では、366と才能のきらめきを見せた。 自身初のシーズン100試合以上、105試合に出場。3年連続の打率、300超えこそならなかったものの、打率、291を記録し、シュアな打撃の健在ぶりを見せた。出場試合数が増え、本類打、自身初の2桁本類打と、打点でも自己最高の数値をマークした。は158試合に出場し、 自身初の規定打席到達を果たした。しかし打率は自己最低の数値であり、出場試合数が約5 0試合増加したにもかかわらず、本塁打は増えなかった。は2年連続で規定打席に到達。三振119を記録し、打率も2年連続で300に届かないなど、高打者としての性質がやや減退するが、一方でいずれも、 自己ベストとなる6三塁打、18本塁打を放ち、長打力が伸びた。また、自身初のオールスター出場も果たし、収穫のあるシーズンを過ごした。は2年連続の1 0 3三審以上となる115三審を記録。総塁面では3年連続で14盗塁をマーク。したが、前年に増加した、長打力がなりを潜め、8本塁打に止まった。 は4年連続で、規定打席に到達したが、規定打席に到達したシーズンとしては、最少となる122試合の出場だった。一方、打撃面では、規定打席に到達したシーズンとしては最高の打率。297、最少の89三振を記録し、ュ話な打撃を取り戻した。4月23日には、サヨナラ本塁打を含む1試合に本塁打を記録。 7月30日には、通算セムアンダに到達した。も、正二類手として157試合に出場し、チームトップの181アンダを記録。ホームランは、約半減となる7本に終わったが、4年連続、285以上となる打率、293.75打点、自己ベスト対、自身4度目となる14盗塁を記録した。 守備では11失策を犯して、守備率984だったが、DRS は前年のマイナス3からプラス7と大幅に改善した。2014年12月10日にアンドリュー・ヒーニーとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。11月2日に FA となった。2月4日、ドジャースと2年総額2000万ドルで契約を結んだ。この年は、左翼手に、 コンバートされながら、遊撃手を除く内野の各ポジションでもコンスタントに出場。146試合に出場し、2シーズンぶりの2桁投類となる10類を決めたが、打率、255.8本塁打、40打点、アップス0.691という低調な打撃成績に終わった。守備面では、最多の守備機会を得た、左翼手、94試合で無失策。 DRS レーザープラス2.4という見事な守備を披露した。本職の2類種は32試合で守りに入ったが、3失策、守備率、967DRS-4 ザーマイナス1.5と不安定だった。そして、3類種は17試合で守って1失策、守備率、969DRS-1 ザーマイナス1.2を記録。 さらに一塁手一の11試合では1失策、守備率 983DRS レーザーマイナス0.7を記録した。2016年11月11日にラリンラフとのトレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。7月29日に及び金銭とのトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。11月2日にフリーエージェントとなった。月日に ナショナルズと2年700万ドルで契約を結んだ。2005年あたりからマイナー最高打者との評判が定着し、ベースボールアメリカ市の有望株リストでは2006年版12位にランクされた。天才的なコンタクトを誇り、内角低めから外角高めまで幅広く対応できるため、右のトニー・グウィンとも称されている。スイングはコンパクトで、シャープ。 かつリストも強いので、痛烈なラインドライブを打てる。特に、投球の組み立てを理解できるようになったと語る2005年以降、長打力が増した。体格の不利を豊富な練習量で補ってきた努力家でもあり、将来の首位打者との呼び声も高い。広角に打ち分ける卓越した打撃センスを有する、反面、積極打法のため支球は選ばない。スピードがあり、レンジ。 守備範囲も広いが、盗塁技術に関しては改善の余地がある。また、故障がちな巨弱体質も不安材料。クラブ裁きは基本に忠実で、二類種の他に一類種、三類種としてのプレー経験がある。2016年シーズンからは、同じ二類種に前年シーズン途中から加入した、チェイス・アートリーがいることもあり、左翼種として出場することも多くなった。 マイナー7年間の通算成績は打率360出塁率403アップス974.75盗塁成功率74%楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。